まあここまでやってきたことが全部出して、まあ、勝利につながったのでとても嬉しく思います。もう、まあ、率直にゴール決めれたことは嬉しいですけど、まあ、そこまで行くのに久保君からナイスボールや前で坂本君が潰れてくれたんで自分は押し込むだけでした。まあボランチの攻防戦が回になると思ってたので、まあマッチアップでは負けないように厳しく、まあ準々決勝では点取られたけど、まあ、取り返すっていう力もつきましたし、準決勝決勝では、まあ、難しいゲームでしたけどゼロに抑えて点を取ることができました。まあこれができたのはスタンドを応援してくれてる仲間や、まあ保護者の皆様のおかげだと思ってるので、まあ、自分たちはそれがピッチで表現できてとても嬉しく、まあ去年はベスト16で負けてしまったけど、今年はその歴史を塗り替えれるようにベスト4を目指して、まあチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。52週間しっかり積み上げてきたことを、立ち上がりから、後半最後まで集中してチーム一丸となって頑張りました。やっぱりその細部にこだわるというか、しっかり一個一個セットプレーとかはしっかりボールに集結したりとか、その細かいことをもう一回一から見直してやるってことをチームとして話し合ってできたと思います。先制点取った時に、残り前半しっかりゼロで終わることと、後半立ち上がりからは、やることを変えずにしっかりゼロゼロの気持ちで、前からボールプレスしっかりいって、でピンチもあったんですけど、しっかり最後のところゴールにその入れさずしっかりできています。チームのしている目標は全国ベスト4なんで、それに向けて、頑張りたいです。以上です。まあ、2連覇できてよかったです。まあ、自分の特徴はがむしゃらにやることなので、それはできたのは良かったんですけど、フォワードとして点数取れなかったのは課題なんで、これからまた自分の課題に取り組みながら全国ではいいパフォーマンスが出せるように頑張りたいです。まあ、去年はドリブルで運べる選手が多かったんですが、今年は左サイドで崩してクロスして点を取るっていう形が自分たちの特徴なんで、それが今大会もできて、それが点につながったから、まあ、そこが一つの強みになったかなと思います。まあ、全国大会では自分の前にボールが来たら決めれるようになりたいです。まあ、全国では去年ベスト、いつかベスト8の壁にぶつかっているので、そこを越えられる、じゃあベスト4の壁にぶつかっているので、そこの壁に越えられたらいいなと思っています。まあ、自分たちが去年経験したことを、まあ、今年生かすということで、まあ、2連覇かかった大事な試合でしっかりチームのために、まあ、やることできてゼロで終われて、まあ、勝ちにつながったんで、まあ、そこは素直に嬉しいです。そうですね、まあ、とりあえず、まあ、ミーティングではもう今までやってきたことの徹底ということで、まあ、今までやってきたことが本当にグラウンドで出るんで、まあ、そこはもう徹底してチームの中で共有して頑張ってやってました。まあ、やっぱ試合前よりはより一層、まあ、団結力というか、みんなで本当声かけ合って、まあ、ケアするところケアしたり、本当に、まあ、みんなが本当自分事とか他人事じゃなくて自分事で、まあ、よく言えば自立してたのかなと。まあそうですね、まずチームとしては、まあ、全国ベスト4で国立に立つということで、まあ、大目標にやってるんで、まあ、そこをまず目標に、まあ、ここからまた期間があるんで、まあ、自分たちで高め合ってその目標にお達成できるように頑張っていきたいです。本当自分たちの力だけじゃこの県大会優勝は成し遂げられなかったんで、まあ、本当チームのベンチの外にいる応援してくださったあのスタッフや選手たちと、あと保護者の皆様には本当感謝しかないんで、本当みんなで掴んだ勝利だと思うんで、本当に応援ありがとうございました。
まあとりあえず優勝できてよかったです本当に。まあ前半はしっかり強度で押し込んで、後半しっかりつないで勝つっていうのがゲームプランでしたけど、まあ、前半のうち点取れたので、まあ、自分たちのサッカーをあとはするだけでした。まあでも2点目本当は欲しかったですけど、でもやっぱり1点絶対守りきるぞっていうディフェンスラインからのディフェンス陣の、まあ、思いが強かったので0点で抑えれたかなと思います。まあ、全国大会でも、今まで応援してくださった方々に恩返しできるように全力で頑張ります。はい、OK です。ありがとうございました。